おはようございます。それでは始めさせていただきます。最初に不正に関する質問からお受けします。進捗など何か話は聞かれてますでしょうか。まあコンクリート固化によってね、大浴式の持参はないと、基準値内で収まっているということは聞いてますが、詳しい、中身については、まずは住民の皆さんに、丁寧にした後に、説明をいたします。まずやはり豊野 の住民の皆さんに丁寧に、現状を、説明することが一番重要だと。そして、そもそも、豊野の能勢の、廃棄物ですから、その住民の皆さんに健康被害が出るようなレベルではないということをしっかり説明した後、一旦は仮置き場を確保について協力を求めていきたいと思っています。何か豊野郡の組合サイドから説明会でお席してほしいかとか、大塚さんがこういう協力してほしいとか、そういうような要請というのもありましたでしょうか。ではもう両組合長というか市長、町長からは全面的に協力してほしいと言われてますから、まずはやはり説明する側の信頼が今失われている状況なので、大阪府としてはもう全て包み隠すことなく丁寧に説明をして、豊野町の住民から信頼を得た上で、行政として、処理をしていきたいと思います。具体的に説明会の日程と提示されているとか、そういう話は今のところはもう今決まってますけど、それはまた日程はほぼ固まっておりますけれども、今ここで行く、地域 の、 自治会 の、 皆さん方、との、話ですのでね、あまり、報道の皆さんの前で今言うと、また信頼関係が崩れたらダメだと、そこは今言えません。はい、今の質問に関連して、その住民の皆さんへの説明会に松井知事自らが行かれるというお考えは。いや、ありますけど、必要とあればね、行きます。まずは担当部局長、住民 の、 皆さん方に丁寧に説明するということです。一番重要なのは、その科学的な根拠を持って、この処理された廃棄物が安全かどうかということですから、これを数字をきちっと数字を、住民の皆さんにお示しをして安全だということをお話したいと思っています。廃棄物の安全性なんですけど、ダイオキシンとあと重金属について、数字が出てきたときに両方とも安全だと。まずは飛散はありません。はい、もちろんお着に差がないというのは、いつ出たというか、昨日、出てます。現在、飛散はないという状況になっているわけですけれども、それでもあくまでも外貨の処理というのは、この間も出らしたように、求めているんでしょうか。住民の皆さんが求めるんだろうね、これはどういう処理をするにしても、財源というものが必要になってきます。これは責任はやはり基礎自治体での、そういう、責任があるわけですから、その、基礎自治体の財源というのはそこにお住まいの皆さんの税なんでね、その皆さん方にこの処理をすればどれだけのお金がかかって、また今のコンクリート効果の中でさらなるこう
建屋で密封していくとするとこういうお金が必要になりますということを丁寧に具体的に説明をして、そこはやはり、まあ現町長はもうお辞めになるということですから、新町長と町議会、住民の皆さんに説明をして、住民の皆さんのがどういう、処理を求めるかというところでね、判断をしていくものだと思います。でも地元でちゃんとした合意なり、ここでは固まれば、うまいか、運営にはこだわらないという、人としてはすごくこだわらない、任せる。健康被害が出ない、安全な形で処理をできるんであれば、無害化にこだわるわけではありません。すみません。はい。一方でその、まあ、期日は8月31日までですね、ちょっとスケジュールがかなり落ちてきてると思うんですけど、その辺りはどういうぐらいのご計画で考えてますか。今期日ありきでね、無理やり住民の皆さんに押し付けてもなかなか理解でいただけないと思う。まずは中身の丁寧な説明が大事だと。ただ神戸市さんもこの約束もあるわけですから、そこは今の、地元の状況説明においての住民の皆さんの反応とか、そういうものを細かくね、神戸市にも報告しながら神戸市さんの協力も得ていきたいと思います。できる限り約束の期日を守ることで、大阪府としてはスピード感を持ってやってますけど、やはりこれは今までねじれにねじれた、こじれにこじれた、感情的な部分もありますから、そういう部分を一つ一つ取り除いていく作業が大事だと、いうことを神戸市さんにも伝えてますんでね、できる限りやっぱり約束は守っていくということで精一杯の努力はしているという状況です。よろしいでしょうか。大規模についてなんですけども、これはふと組合で一緒に説明会されるって。そうですね、大阪府も参加をして、やはり組合が主体的にやらなければならないところですけど、今の組合は信頼を失っている状況なので、そこの信頼を回復するためにも大阪府がそこへ参加をするということです。住民の方向けにということです。はい。その他、この他の質問ございますでしょうか。どうしますか。それから、確認です、政務に関する質問をご用意されている方いらっしゃいますか。なければこれで終了したいんですが、どうでしょうか。質問はよろしいですか。それでは終了いたします。ありがとうございました。